こんばんはロ論内放送局日本語のニュースでございますロ論内統計局は6月28日2024年増半期におけるローソの社会経済状況を発表するための記者会見を開催しましたこれにより2024年増半期のローソの社会経済状況は引き続き成長の勢いを維持し所内総生産は料金に比べて 6.8%増の123兆論近くとなり目標を達成しました高校技能生産増強は増増に回復しており今年増半期の高校技能生産指数は老期に比べて6.62%増増したと推定されています増半期の農林水産業の生産額は老期に比べ3.42%増の24兆論でした 商品の高売売高と消費者サービス収入合わせて同期に比べて12.3%増の144兆ドでした。今年年初の6ヶ月の消費者物価指数は同期に比べ2.68%増増しました。もう一つの注目すべき指標は。 今年の年初の6ヶ月でローソの貿易黒字が30億ロールを超えると推定されていることです具体的には今年の年初の6ヶ月間におけるローソの輸出通額はロ同時期に比べ9%以上増加の113億ロール以上でした一方6ヶ月間における輸入額は前年に比べて 7.1%増の82億ルと推定されました。財務省は生産・地域を活動におけるこんなの、引き続き取り除く、支援するために、複数の料金および料金の徴収額を規制する自達第43号を発出しました。 この通達では2024年7月1日から12月31日まで一部の料金徴収額を10から50%減額することが定められています。量産歳入証減への影響は約7000億ロンと見込みです。この中には銀行の設立、運営のライセンス料、ノンバンク金融機関の設立と運営のライセンス料、 身分証明書発給量、工業所有権料鉄路インフラ使用量、海外利用工業を強化、国内利用工業を強化の新査交付手数料、観光ガイドカードの新査と発行にかかる費用などが含まれます。所見部門についても、所見部門に関する定数料が50%証言されます。財務省は生産や地域の促進を支援するために定数料を 数パーセントから五十パーセントに減額する旨の通達を出したのは。今回で四回目となります。七月一日から一部の送金取引で。先ん、認証が適用されることになります。ロムナウ省の銀行支店の。最新情報によりますと。現在、各支店は。認証技術の。準備化を完了しており。 新たな規制を期限内に導入するための整備を急いでいるということです。この銀行のスマートバンキングアプリは、すべて生体認証を使用して、取引をインストールおよび承認する機能を備えています。7月1日より、顧客は送金、支払い、または取引当たり1000万ドルを超える電子、 ポレットのチャーシー取引に対して生体承認を施行する必要があります。当日の累計取引額は1日あたり2000万ドンを超えました。別のデバイスで初めてスマートバンキングアプリケーションにログインします。国家銀行の決定第2345号に従ってオンライン取引では生体承認の使用が義務付けられており、 すすべての銀行に適用されます取引の中断を回避しアカウントのセキュリティを強化するには顧客は7月1日までに世帯認証情報を追加する必要があります。韓国の大統領は28日国会機関ニュース通信社の連合ニュースと党一部がソウルズで共催した 朝鮮半島未来シンポジウムに仕での規制、韓米日協,協力体制の共同的規範と協力をさらに強,強化し、価値を共有する国々との連帯と協力を健合にするとして、北の挑発とグ,グローバル複合危機器を懸命に 克服しししていくと強調しました。ユン大統領は我々の前には克服すべき課題が山積しているとしながら世界各地で地政学的地形学的対立が発生しておりエネルギー資源食料などさまざまな分野で供給もサブライアチェンの分析が起こっていると分析しました。また。 北朝鮮は核とミサイルを開発して絶えず韓国の安全を愚かしていると指摘しました。朝鮮半島未来シンボジウムは「連合ニュース」と「統一部」が2015年から毎年開催しています。今年は「韓米日三角協力の現状と回来」をテーマに、韓米日の容人や外交・安保専門家が出席して、 北朝鮮とロシアの軍事同盟協会や国際紛争への対応、解決策などを議論します小林製薬株は、6月29日小林製薬のベニコー工事の成分を含む健康食品の摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題で新たに76人の 死因を調査しししていると発表しました労社は3月、小林製薬のベニコージーの成分が含まれた健康食品のめ巡っては、接種した後に腎臓の病気を発症するなどして、5人が死亡した原因を調査していると発表しました。さらに他の数十人が 同製品の使用後に腎臓関連の健康上の問題を報告しました。同社は謝罪し製品を開始しました。またコバヤシ製薬はこれまで C 社を5人と公表していましたがその後、調査で1人はサプリを摂取していなかったことが判明しました。さらに同社は腎臓以外の内臓への影響についても 調査範囲を拡大することを明言しました日本の保健所は調査を続けると述べました一方、厚生労働省は労者が東京区に絶対を正確に報告していなかったとしています小林製薬は2011年2月にベニコージコレーステヘループを発売し今年2月末までに約100万包みを販売しました ご清聴ありがとうございました。